西宮町手野にある国造神社で7月26日、また宮地の阿蘇神社では7月28日にお田植え神幸式が行われました。阿蘇の農耕祭事として国の重要文化財に指定されているお田植え神幸式は、恩田祭とも呼ばれ、国造神社と阿蘇神社の2か所で毎年それぞれ執り行われます。阿蘇開拓の神、阿蘇大明神が夏のこの時期、稲の生育を見て回られる神事で、白装束に身を包んだ稲荷や、神様を乗せた神輿の進行行列が、鐘や太鼓の音に合わせて、青々とした田園の中を進む姿が印象的です。今年はあいにく天候には恵まれませんでしたが、多くの観光客やアマチュアカメラマンが訪れ、写真に収めていました。